境だ。お前らの仕事は何だ。その時々の感情に身を任せるだけだ。そうじゃなかったはずだ。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。了解です。駆けるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。またゾエです。早く援護しなければまたやられます。また死んだ。助けられたかもしれないのに。まだ人に戦ってます。今ならまだ間に合う。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろって言うんですか。仲間を見殺しにして逃げろってことですか。ええ、そうよ。兵長の指示に従いなさい。見殺しにする理由が分かりません。それを説明したい理由も分からない。なぜです。兵長が説明すべきでないと判断したからだ。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろう。それが許されるのはあなたの命が危うくなった時だけ。私たちと約束した。でやりたきゃやれ。俺にはわかる。こいつは本物の化け物だ。巨人の力とは無関係にな。どんなに力で抑えようとも、どんな檻に閉じ込めようとも、こいつの意識を服従させることは誰にもできない。エレン、お前と俺たちとの判断の相違は経験則に基づくものだ。だがな、そんなもんは当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか、俺やこいつら調査兵団組織を信じるかだ。せいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。半殺しに留める方法を思いついた。前に進むことを選んだ。リヴァイ兵長は前を見続けている。先輩たちも兵長を信じて全てを託してる。信じてくれたように。進んだところで馬をつないだら立体軌道に移れ。俺とは一旦別行動だ。班の指揮はエルドに任せる。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。馬は任せたぞ。